さっさと始めるぞ。ゼメー見やがれ。いくら戦闘力が上でも不意にこれを食らってはひとたまりもあるまい。貴様ともあろうものが何とも情けない作戦だったな。呆れたぜ。いつの間に。戦闘力が上がったということはスピードも上がったということだ。つまり今ので貴様は完全に俺を怒らせてしまったわけだ。人は戦闘種族だ。やめろ。ハッカバカビヤー。口ほどにもねえ。やれろ。ふっわっわっ。やれろ。うわっ。やりっくほー。やがって。アイヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。口ほどにもねえぜ。やがて。やりっくほスカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。よし、俺が1つだけ探し出しておこう。やつらが残りの6つを集めた時点で隙を見つけて奪ってやる。ドラゴンボールが全て揃えば俺に永遠の命が手に入る。そうなればフリーザを倒すのも夢じゃない。やつさえ消えれば俺がナンバーワンだ。全宇宙はサイヤ人のベジータ様が支配する。
ベジータ、貴様、なぜフリーザ様に逆らおうとする？俺はあのフリーザって野郎が前から気に入らなかったんだ。怒り高いサイヤ人は人に命令されるのが大嫌いでね。これまでは奴の力にねじ伏せられてやむを得ず言いなりになっていたが、ひょんなことから永遠の命を手に入れられることを知った。ドラゴンボールのことだな。フリーザなんかにくれてたまるか。永遠の命さえ俺のものになれば、フリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。愚かな。永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。おしゃべりはもうおしまいだ。サイヤ人パワーをたった今見せつけてやる。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談。なぜ真の力を使わずに眠らせておいたか、貴様が死ぬ前に教えてやる。真の力を発揮するには変身せねばならない。だが変身した姿は醜い。美を好む私にはそれが耐えられない。だが死を選ぶよりは変身を選ぶ。見せてみろよ。言われなくても今見せてやる。私も変身型の宇宙人だと知って驚きが隠せないようだな。そうだ、ついでにもう一つ死に土産に教えてやろう。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。さあベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。ギリュー特戦隊ギクーン、トゥーはあ、そろそろ始めようぜ。
頭に来ちゃったかな。やれだ。タイヤ人は戦闘種族だ。ヤリックホビシッとした技はないのか。ないならそろそろ殺しちゃうけど、いいか。バケモノめ、おいの正代とヤリックホおっと、貴様の相手はこの俺だ。ふざけるな。貴様がこの俺にかなうわけがない。俺はどんどんと近づいているのさ、スーパーサイヤ人にな。でたらめを抜かしやがって。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。やってみやがれ。今の俺がそう簡単にやられると思ったら大間違いだぞ。
この俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんなおぼらが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。いちいち勘に触る野郎だ。このクソガキがぶっ殺されなかっただけありがたく思え。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。カカロットの出番はないぜ。ちょっと脅してやるか。こっちだよ。舐めるな。ちょっと脅してやるか。今度は死ぬかもね。ウォーミングアップはこれぐらいにして、そろそろその気になろうかな。ガリックホバン。ガリックホー。ちょっと脅してやるか。無駄だよ。なめるな。無駄だよ。なめるな。バン。なめるな。こっちだよ。ガリックホー。かかったな。勝たせたな、ベジータ。
あとオラに任せろ。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。よく聞けカカロット。俺や貴様の生まれた星、惑星ベジータが消えてなくなったのはフリーザが攻撃しやがったんだ。俺たち以外は全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の手。自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。貴様ら痛みを感じないんだろう。ラッキーだったな。何をしても無駄だ。お遊びはここまでだ。何をしても無駄だ。やれ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 。数値を低めに再設定しなければ。やれ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 。お前の力を見せるがいい。終わりだ。何をしても無駄だ。お遊びはここまでだ。
遊びはここまでだ。何をしても無駄だ。何をしても無駄だ。サイヤ人の王子に戻れ。思ったより素早いやつだ。よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様らこれからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ。殺しにね。やはりそうか。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。孫悟空もそうらしい。半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって粉々にしてやるぜ。いいわ、私がやる。ここまでだ。ほらよ。激しかったね。行くわよ。続きあんの？逃がさないよ。
からくり人形じゃダメージがあるのかどうかも分かりゃしない。食らわないよ。食らいな。やがって。見るがいいセル、貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。バカな、貴様はベジータだろう。違うのか。違うな、俺はスーパーベジータだ。思い知らせてやろう。遅いぞ。思い知らせてやろう。完全体に慣れさえすれば、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けはせん。いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け父さん。トランクス、邪魔をするな。仕留め。くらえ。思い知らせてやろう。絶望するにはまだ早い。
思い知らせてやろう。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。父さんを倒してでも俺は奴の完全体を阻止してみせる。俺を倒すだと？第一貴様に父親が攻撃できるとは思えんがな。トランクスのやつ本当に。セルが変化していく。いよいよ完全体とやらのお出ましか。今度こそがっかりさせるなよ。やはり完全体といっても大したことはなさそうだ。大きさも前より縮んでいやがる。あんなカスみたいなやつをいたぶって嬉しいか。どうやら思った通り完全体になっても大したことはなさそうだな。こいつは失礼した。では君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいとも。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。遅い。ザコがバカめ。こんなものではないだろう。こうなったらファイナルフラッシュを使うしかない。セル！いくら貴様が完全体になったといってもこいつをまともに受け止める勇気があるか！
無理だろうな。貴様はただの臆病者だ。俺は逃げせん。強こいつをまともに受け止める勇気があるか。ファイナルフラッシュ。思い知らせてやろう。思い知らせてやろう。思い知らせてやろう。遅いぞ。そりゃ。オルケ。まだこんなものではないだろう。逃げせん。強をまともに受け止める勇気があるか。無理だろうな。貴様はただの臆病者だ。俺はこいつをまともに受け止める勇気があるか。ファイナルフラッシュ。手応えあったぜ。ざまあ見やがれ。
めっかどうだ、俺の顔面に一撃だけでも食らわせられたら遊園地に連れてってやるぞ。切り来るんだ。いいな。スーパーサイヤ人といえどまだ子供に食らってやるわけにはいかないな。いただきだぜ。捕ませてもらうぞ、貴様を。
悪い心をバビディに利用されようとしているのです。無心になりなさい。何も考えてはいけません。うるせえ。ガタガタ抜かすな。いいぞいいぞ、もうこっちのもんだよ。ついでに秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよう。じゃあバビディ、マーニー誰もいねえ場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。行くぞ、殺してやるカカロット。ほら、あの世で相当の修行したつもりだがな、全くの互角だなんてよ。貴様は俺の上を行く天才だ。いつまでたってもその差は変わらなかった。俺は昔の俺に、残忍で冷酷なサイヤ人に戻りたかったんだ。何も気にせず貴様と徹底的に戦いたかったんだ。だからバビディに支配され元の悪人に戻る必要があった。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか。
よう、その不細工な間抜け面が魔人ブーか。貴様、よくもご飯を殺しやがったな。不細工？なんだ？みっともない変な顔ってことだよ。怒っちゃったもん。殺しちゃおう。俺一人地獄にはいかん。貴様らみんな道連れにしてやる。トランクス、ブルマを、ママを大切にしろよ。どういうこと、パパ。ママを大切にしろって。トランクス、お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。え？抱かせてくれ。なんだよ、パパ。やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。貴様の片付け方が分かったぜ。やっとな。さらばだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。いやThank you.
貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。俺はあの世で見ていたんだ。ふざけやがって。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。じゃあこのことも知ってっか。残ったみんなはブーに食われちまった。ブルマもだ。そんでもってピクロ、ゴアン、ゴテン、そしてトランクスは奴に吸収されちまったんだぞ。ベジータ、よこせ、早く。グズグズするな。早くしろ。サンキュー、ベジータ。よっしゃ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにこっから見せてやるよ。こいつがスーパーベジット。これがどうした。貴様何度に。うらだ。うらだ。ダメージを与えるっていうのはこうやるんだ。ダメージを与えるっていうのはこうやるんだ。さあもう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。よし、なんとかなるかどうか一丁かましてみっか。ああ、どっちから行く。決めようぜ。
最後で。しょ。よっしゃ。イエーイ。ちくしょう。鼻から全開で飛ばさねえとな。オラたちがやられたら全宇宙がパーだ。この目で見せてもらうぞ、スーパーサイヤ人3というのを。いよいよ始まるか。全宇宙の運命をかけた最後の戦いが。カカロット、すごいやつだよお前は。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦うんだ。頭に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人なんてよ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。クソタレが。いやYeah!
始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉？元気玉だって？部が相手じゃいくらちょっとずつ集めたって。たまには地球の奴らにも責任を取らせろ。ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。おい、海王神は聞いているか？地球の連中全員に話がしたい。何とかしてくれ。そいつはわしに任せる得意技じゃ。さあ話せ。地球どころか宇宙住人だって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。今あるところでお前たちに代わって魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めてブーを倒すんだ。おい、ブーを消すにゃこれでも多分まだ足りねえぞ。くそ、まずいぞ。デブの方はもう死にかけだ。カカロット、俺がなんとか少しでも時間を稼ぐ。俺が相手だ、マジンブの頼みも危険というのか。俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸さんか。これの無事だ。まだか、まだなのか。いい気分だぜ。くだらんな。片付けちまえ。やるじゃねえかサタン。たまっちまえ。Thank you.
願いで悟空さんの気が元に戻ったでしょ。サンキュードラゴンボール。またな。ベジータがあんなことを言うなんてね、驚いちゃったわ。